画面の前の皆さん、こんにちは、こてつのです。ということで、今回はね、ボルクのアフターマスを使ってチームレスマッチやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、なんでこいつ使ってるかって言いますと、なんかね、強化パッチが入ったらしいんですよね。どうやら。で、さっきからまあ数戦使ってみてはいるんですけど、本当に強化パッチ入ったって感じなんですけど。どうなんだろうね。なんとも言えないんだよね。本当に何とも言えない。ぶっちゃけ。そうじゃね。嘘でしょ。危ね。なんかね、こう、威力が、よいしょ。上がったのかなとか思ったんだけど、全然、そういうわけではなくて、どうやらブレが減ったらしいんですよ。ただね、個人的にやっぱね、こいつね、もうね、ブレるんすよ。その、減ったとか言われても、こいつのブレって、もともと割とランダムブレっていうか、カクカクするブレなんですよね。よいしょと。なんでそこがすごい難しい武器なんですよ。よいしょ。なんか上に思いっきりブレるとかの方がまだ扱いやすいっていうか、そういう感じの子なんで、こうね、鼻から難しいんですよ、この子。リードを奪った。登ってったんで、追っかけましょう。裏取りされる味方を助ける。待ってくれ。いやー、待って。オッケー。さあ、カウンター使って。もしナイスキル。うわー、こっちから来てる。あぶねー。一回引きましょう。よいしょ。リローディンして。あと32発か。あ、この辺に、レーザー10枚いなかった。味方か。いた。カモン。OK。なんで、なんか、ブレが減ったとか言われても、正直、俺の中では、なんか、あ、そうなんだみたいな感じではあるんだよね。ここで行きましょう。まあ、立ち回りでカバーでね。あと今回サプレッサーつけてきます。レーザー銃なんで、やっぱね、マーゼルフラッシュがすごいんだわ、この子は。だからサプレッサーをつけることによって、そのマーゼルフラッシュを削減してますね。これがやっぱり俺の中ではボルク君は安定なのかなって思うんだけど、どいよいしょと。アドバンス MV 出たんですけども、ちょい待ちますか。割と押せてはいるけど、よいしょと。敵さんはいっぱいいる。おーおーい、危ねー。よいしょ。だからね、ぶっちゃけね、なんか本当に強化バッチが入ったのかどうかもまずわかんないんだけど、そもそもやっぱりなんか、いや、強化バッチ来た、これ強えとはちょっと正直紹介はできないかなっていう感じですかね、俺の中では。やっぱラウの方が強くねっていう結論に至るかな。悲しいんだけど、すごく AK 好きの俺としてはね、すごく悲しいんだけど、正直俺もこいつを使うことはかなり減ってしまったかなって思いますね。よいしょ。だいぶね、難しい。素直に難しい、この武器は。波動開始。ナイスキル。いたね。オッケー。おい、危ねえ。焦らせんぞ。入ってくるかな。いや、あっち側行ったね。こんにちは。よいしょと。これで、まだ湧いてくるでしょ、多分。いらっしゃい。いらっしゃい、新婚さん、いらっしゃい。あー調子乗ったね。よいしょ。さあ、やられたな、正面。カバーしたい、守りたい、その笑顔。いないわ。カウンター使って、おい。結構だから、なんだろう、初段当てて、取り逃がすみたいなのが多いんですよ、こいつって。レートが遅いじゃないですか。なんで、結構なんか俺の中ではアシストも増えやすいっていう、本当ね、なんかこう、久々にこう、ボルクの悪口をめっちゃ言ってる気がするんですけど、久々にね。でもなんか、ほんと、そんな感じなんですよね。よいしょ。よいしょと。頑張ろう。アドバンスエブリ使っちゃったな。気がついたら。まあいいや。味方さんがこれできっと点差を離してくれる。俺の出番はもうないさ。よいしょと。俺はこっちから詰めていきましょうか。我慢。OK。UAV 出されたね。これは？それやれる？任せるよ。サンキュー。やりきれないんだよね。レートが遅いって結構俺の中でね、厳しいんですよね。なんだろう、中距離遠距離だったらまあそれは確かに狙いやすいアドバンテージにはなるんですけど、基本的にやっぱり僕は近距離強くないと立ち回り的に合わないんですよね、武器がっていうのがあって、きついかなって思っちゃうんですよね。あー厳しいね。エイムがクソでしたね、今の。よいしょと。さあ、よいしょ。頑張っていきましょう。そんなね、ボルクの悪口をいつまで言っても仕方ない。いつまでも言っても仕方ない。頑張ろう日本。やった。もう一人行ってない。カバーするよ。上がってったの。左に足音聞こえてる。ナイスキル。また戻るんごーい。
ナイスカバー。おい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 、どっから撃たれてる。危ない危ない。オッケー、一回引きましょう。多分まだ湧いてくると思うんだよね。一回ちょっと位置変えて、あ、味方やられちったよ。待て待て待て、危ねえ。よいしょ。近距離はね、その腰ダメの精度があんまり良くないっていう特徴があるんで、結構気をつけて戦わないといけない。うーん、厳しい。よいしょと。お、待って、それめっちゃ欲しいんだけど。俺後ろつけて奪っていい、その武器。あれだよね、新武器のエピックだよね、その両手持ちの機関銃。すげえかっこいいんだけど、ちょっとこの人追っかけで味噌比べ。あー、厳しいね、やっぱり。よいしょ、そっち行く。なんかサプレッサーで撃たれてない？大丈夫？すげえサプレッサーの音しない？妖怪の音だよね、今の。この辺にいるはずなんだけど、いなくて？待って、あらーい。よしよしよし、深田さん、ナイスカバー。ちょっとあの人見失っちゃったんで、真面目に戦いましょう。頑張ろう。え、嘘でしょ、危な。普通にびっくりしたわ、今素でびっくりしたわ。まだ湧いてくる。また、どこから撃たれてる。怖すぎ。うーん、そう、マジか。でもやっぱボルクにはみんなサプレッサーつけてますね。まあそりゃそうなるわ。よいしょと。さあさあさあ、頑張りましょう。おい、ここでレーダー使っていく。こっち側に1人いるけど、やったね。1人いるんじゃね。オッケー、ここくっつける。オッケー、ここくっつけるんだ。いいこと知ったわ。こんにちは。シュッ、そっちから湧くか。こんにちは。待って、ここで戻るんですね。このタイミングで戻ると、と裏を取られましたね。適当すぎだろ。よいしょと。あと4点、ラスキルはいただきたい。俺に起こせラスキルを。お、皆さんすごい待ってますね。やれそうかしら。 OK、 こいつを途中から。あー、ペイロード準備中でした。あと1キル、敵ウォーデン。終わりそうっすね。なんだかんだ、なんだかんだと聞かれたら答えてあげるが世の情けということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。パッチが入ったのかどうかも、まあ正直何とも言えないんですけど、やっぱりなんかぶっちゃけおすすめできる武器ではないかなというふうに思います。はい、はっきり言ってラウの介護官って感じですね。はい、申し訳ないな、ボルク。ということでね、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ウコデツナーでした。あつまん。